すげえ強えぞ。鬼どうして鱗滝さんを。俺を捕らえたのは鱗滝だからな。あいつの弟子はみんな殺してやるって決めてるんだ。そうだな、特に印象に残ってるのは2人だな。珍しい毛色のガキだったな。一番強かった。獅子色の髪をしてた。口に傷がある。もう一人は花柄の着物で女のガキだった。小さいし力もなかったが素晴しっこかった。それってじゃああの二人はこの鬼に殺されていた。でも俺は二人だ。その面目印なんだ。その狐の面がね、鱗滝が彫った面の木目を俺は覚えている。悪女の面と言ったか。それをつけていたせいでみんな食われた。みんな俺の腹の中だ。鱗滝が殺したようなもんだ。これを言ったとき女のガキは泣いて怒ってたな。その後すぐ動きがガタガタになった。やったびとのタコも恨むなら鱗滝を恨む。あいつが俺をここに閉じ込めたからこうなった。ふざけるな。お前の行いは許されるものじゃない。もらった。そこだ。行くぞ。お前、本当に鱗滝の弟子か。他の弟子よりも全然弱いじゃないか。何の？する。こいつを倒すための力を俺につけてくれた。だから俺は負けない。こんな鬼に、翻弄しようとしているのか。小さい体は大変だ、うろちょろと。でも何をしても意味はない。俺はお前より大きい。体も強い。そして首も硬い。かわいそうな狐だ。どうやって食ってやろうか。
止め損なった。でもな、空中ではこの攻撃をかわせない。弾かれた。電柱中、水の呼吸。大丈夫だ、俺の首は硬い。こいつは切れない。一の肩。